ゲーザ一世はハンガリー王。後のベーラ一世の長男として、父の亡命先のポーランド宮廷で誕生した。ゲーザという名前は異教徒の名前であったらしい。彼はマグヌスという名で洗礼を受けているからである。1048年、父ベーラはアンドラーシュ一世より、ハンガリー王国の3分の1に相当する皇領を授けられたため、家族を連れて帰国した。 オルセオロペーテル王から王位を奪ったアンドラーシュは、弟ベーラと共にペーテルの同盟者、神聖ローマ皇帝ハインリヒ参戦軍と対峙、撃退に成功する。しかし、父と叔父の関係は、重帝、シャラモンが生まれてから悪化する。アンドラーシュは、幼児のシャラモンを、後継者に指名したためである。アンドラーシュが確立しようとした、子相続制とは反対に、ハンガリーでは、 一族の年長者が後継となる、断景年長者相続性が、未だ根強かった。1059年、ゲーザは、父や弟たちと共に、ポーランドへ向かった。1060年、ポーランド軍を加えた大軍で、ベーラとゲーザらはハンガリーへ侵入した。迎え撃った、アンドラーシュ一世を廃止に追い込み、ベーラが即位した。ゲーザは父に従い、シャラモンの正当性を支持する。 皇帝軍が侵攻してくるとこれを撃退している。ベーラが在位わずか3年で死去すると、ゲーザは皇帝の後ろ盾を得ている、シャラモンの即位を受け入れ、自身は父のかつての皇僚を継承した。しかしシャラモン王はゲーザたちを礼遇したため、彼らは再びポーランドへ亡命した。1六十四年、ゲーザらは重慶ボレスワフに正軍を従えて、再び 皇帝軍の去ったハンガリーへ侵攻した。内戦を回避しようとした主教らの仲介で、ゲーザは王とジェールで和解する。しかし王との関係は次第に険悪となる。クロアチア王国支援の遠征、ペチェネグ族退陣のためのトランシルバニア遠征、ベオグラード包囲戦などが続き、1074年にとうとう内戦が勃発した。 ゲーザは演者であるポーランドとボヘミアからの援軍を得て、シャラモン王軍を敗退させた。3月のモジョラードの戦いに負けた、シャラモンは、神聖ローマ皇帝の庇護を求めて、ドイツへ逃げた。8月には、皇帝とシャラモンがハンガリーへ侵攻してくるが、皇帝は同時期にザクセンで起こった反乱を鎮圧する必要に駆られ、ハンガリーから兵を引き上げてしまった。シャラモンは、 最後まで保持していたモションとポジョニョを奪われてしまう。即位したゲーザ一世は諸外国から承認を受けるために奔走した。彼はローマ教皇グレゴリウス七世と東ローマ皇帝ミカエル七世ドゥーカスのもとへ大使を派遣した。教皇はハンガリー王国の創始権を要求してきたためゲーザはこれを受けず反対にミカエル七世ドゥーカスはゲーザへ古来からある。 ハンガリー王冠に加えるよう王冠を贈った。ゲーザはこの贈られた王冠を大冠式に用いた。この時にゲーザは二度目の日として見返る七星配下の将軍ニケホロスボタンデアテスノメーシナデネと結婚している。彼は短い知性の間にガラムセントベネデクに修道院を建てバーチ大聖堂の建設を終わらせた。1076年ゲーザは信仰してきた。 シャラモン軍を撃つ、要実イラースローに命じた。しかし、シャラモン軍に敗退してしまう。年代記によると、すでに体調の悪化していた、ゲーザは、この敗戦で、さらに回復不能となり、シャラモンの福井すら考えたという。ゲーザは回復しないまま1077年に死んだ。1062年頃ルーン・ハクオンナ・ナソフィアと結婚。1075年、 ニケフォロスボタネイアケスの名品デネと結婚。ありがとうございます。